はい、どうも、おはようございます。久保塚です。本日は、孫翔子ちゃん。翔子ちゃんということで、ヨロピコなんだけど、ちょっとまだね、めちゃくちゃ寒いから、羽毛布団にくるまってるんで、ちょっと、擦れる音が、シコ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 擦れる音が聞こえるかもしれないけど、気にしないでおくんなよし。そういう日もまたありけりということで。条件はですね、南中進行戦5軍。1難易度。もうちょろい。ちょろすぎる。舐められてる。で、ここで、配下武将すべて含む、ん?配下武将含むすべての敵武将を、コテンパンにしちゃおうぜっていう。で、話なんですけど、じゃさっきちょっとやったんですよ。やったんですけど、なんかよくわかんないまま、クリアしちゃってゲットできなくて、あれれと思ったんですけど、なんか後でちょっともう一回やってみたら、分かって、何の過ちを犯したのか、自らの過ちに気がつくことができたわけ。で、何かというとね、これね、なんか増援があるんですね。3回ぐらい。そいつらを待たないといけなかったんだよね。そんなこんなだよ。そいつら待つことなく、俺は歩みを進めてしまったわけよ。故に我、失敗しけりということで。己の過ちに気づくことができる。それが、まあ、ああだこうだってことよ。ちょっと若干疲れてますね、私。なんで、で、増援が来るには、なんか橋を壊させないといけない。敵は橋を壊そうとすんのよ。孫権孤立させるために。この橋。いや、それを、あえて乗ってあげましょうっていう。そういう話。ああいう、OK? このまま一気に制圧するのだ。お前相変わらず声が高いな。まあこれってことでテイク2なんですよね。さっき一通り喋った結果ちょっと疲れちゃったっていう。なんかおかしいなこれ。あ、な、ここか?こっちにいたのか今。でこれね、もうめっちゃ強いんで、もう難易度1ってもうカスなんだよ敵は。ほらもう終わっちゃうのよ。尊な瞬く間みたいな。うまい。今の俺ラッパーになれるかも。ラッパーになれるかもしれない。フリースタイルバトルいける。お、赤いな。なんだこれ、なんだその技。俺のガードが間に合わないだ。死ね。よし、こういう感じでね。まあ、命なんてのは、ほんの一瞬の出来事であると。で、何言ってんだろうな。若干ね、目が痒いんですよね。俺、左がね、慢性の結膜炎で、アレルギー性の。で、この冬のこの季節になると結構ね、乾燥とかもあって、ひどいんですよね。もう、かゆいのよ、目が。目がカイカイなのよね。病院行っても治んねえし、もうどうしようもナッシングってことで。で、これでハイカーぶっ通したから、もう、モーユは殺すとして、あ、この辺行けるわけね。オッケーオッケー、この左下のゾーンで血祭りに上げていくでゾーンっていうことで。まあ、こんな感じなのよ。このゲームこんな感じです。ほんと難易度1はちょろいわ。難しいとは思えない。だからちょっとやっぱ難しいの難易度自体は、今までの2、3の中で、だいぶぬるくなってるよね。逆にシュラがやばいっていう。シュラが相当なことになってる。なんだこいつら。ちょ、払いたくなってきた。なんだこの女。えぇ!よし。こいつ、ちまって、こいつね、天心落としてくれるんだよ。これで体力の上限、俺のフィジカルもパワーアップするということで。そんじそこら辺のジムに行くよりも、この女と。あれどこ行った？あ、これ。あ、燃え尽きただって矢吹ジョージや、お前矢吹になったのか？燃えたぜ。燃え尽きたぜ。白色になった。で、このね、フォーになって、シムソランドが全員強くなっちゃったんだよ。締めがなんかパワーアップして、結構拾いやすくなってる。ほんと、使いやすくなってるよ。みんなね、昔はとんがってたんだけど、その角が丸くなってね、ほんと使いやすくなった。とんがってるキャラがいなくなったよね。なんか言ってる。そう、これで、この橋を落とす。なんだこいつ。橋を落とす三段が。ちょっと待って。え?何?なんかおかしくなってる。イベントが渋滞して今、俺の無双ラムと。なんだこの虎。お前、せーらいまた開いてんな、お前。インリンオブジョイントか?インリンオブジョイントの M 字開脚のような武器をし、あ、どこ行った？もう言う。なんで当たってねえんだよ、お前。ムービーのせいでおかしくなったじゃねえかよ。そこで、そう、この橋を破壊させないといけないんだって。このような場所に兵が潜んでいたか。お前、毎回やんか。こいつ、毎度毎度なんか罠にかかってるよな。どのステージでも、バカみたいに。バカじゃねえのっていう。まあ、通電時で、これ、猛角の士気上がっちゃうわけよ。そんなこと気にしない。そんなことは気にしないの、俺たち。あ、
え、ここ突破しないといけない、これ、ひょっとして。やってやるぜ。はあ、なんか占拠されたんだけど。何してんねん、お前。あ、これちなみにあれだからね、これ。あの、侵略戦だから。この5が、この、何あ南蛮を侵略していくっていう。こっちは悪者です。プレデターです。我々。で、それをこう、村とか家族とか文化を守るために、この相手の南蛮を戦ってるわけよ。ここ行かなくてよかったな。間違えちゃった。そういう戦いなのよ。俺悪者なのよ。でも南蛮を応援しないといけないわけ。でもね、歴史というのは悲しい。あ、死んだ。お前も死んだぞ、喋ったけど。自分が死んだことにも気がついてなかったの、こいつ。染め思い。染め思い大王。染め思いじゃないんですよ。なんだっけ、名前。なんとか大王。なんで、さっき見たんだけど忘れちゃったよ。あ、なんだっけ。出し大王みたいな名前だったんだよ。そんな可愛い名前、染め思いじゃなかった。俺の思いは通じてなかったんだよ。うるっ。モーガグは無視して、こいつ倒しちゃったもん、終わりだから。モーガグは無視して、この奥にいる、この小鹿さんを倒すの。何なんだ、この象で、象で乗りつけてくるゴミどもは。運転マナーがなって言うぞ、これ。死ねえ、この野郎。はい、終わり。なんなんだ、こいつ後ろから、ひき逃げ。お前許さん。こいつ逃げ上がる、ひき逃げ野郎。なんなんだ、こいつ。ムカつくぜ。いった、もう手ぶつけたんだけど、机に手をぶつけた。ちょ、馬に乗れない。どけ。俺の考える通り、そう、お前でカンネが来るんだよな。この辺で暴れりゃいいんだ。よくわかんねえよな。考える通りに、ああだこうだ。どうも将校。はい、勝利は目前だな。そうですよ。これなんか、ね、イベントがあるんだよ。この両サイドのこのなんか、この邪魔しに来た変なおじさんたち。なんなんだ、後ろからうぜ。これで接触するというのがイベント発生するんだよ。将校、あーだこうだで、なんとかかんとかって高い高い声で俺に話しかけてくるわけ。一気に逆転する。こんにちは、喋ろうよ俺たち。あれ、イベント発生しなかったっけ。あれ、発生しない。くっそ、なんかおかしなことになってる。まあいいや。だ、救出に成功って書いてあったら、あ、この辺の雑魚見守りにしないといけないな。あ、橋壊れましたね。そうそう、これでいいのよ。どがらんちょん。楽しそう。見ろ、本陣が孤立しちまったぜ。まいったか、よそ者。かわいい。めっちゃかわいい。愛くるしいじゃん、こいつら。でももう、造園、しばいちゃったからさ。いった、なに期待しよう。虎のくせに。地の利は敵にあります。虎のくせにお前いい感じ。切り離されたまま攻めては危険です。いや、危険じゃないっすよ。我らはで、ここから増援が3グループ来るから、そいつは締め上げようぜっていう話。倒されに来たか。なんだよね、この野郎。死んだぞお前。腰ですね。はい、この両党の声ってさ、金田一の声だよね、これ。そうだよね、金田一少年の声だよね。懐かしい。昔やってたんだよ。月曜日のね、7時から金田一だったんだよ。7時半からコナン君だったんだよ。覚えてる、みんな。金田一面白かったよね。で、金田一が終わって、犬夜叉が始まったんだよ。サンデーが続くわけ。面白かったな。まあ、あの時代はもう帰ってこないよ。今もうさ、ゴールデンタイムにテレビアニメってやってないよね。ワンピースとかもやってないんじゃない？ワンピースっていつやってんの？ドラえもんって今いつやってんの？ドラえもんとかクレヨンしんちゃんって。そういえば。ねえ、金曜日の7時からじゃないの？俺たちが見てた金曜日の7時からやってたのよな。俺たちジュニアの、ここら辺でね、増援が来るんですよ。ちょっと待っときましょう。ああ、お腹痛い。うんちしたいな。何分頃出てくるんだろうね。ちょっとまあゆっくり待っときましょうよ。ここでね、ゆっくりね。あれ、ここじゃなかったっけ？でもこの辺出てくるはず。こんにちはって。待ってみましょう。ちゅうことでね、まあ今ね、12月の19日なんですよね。あ、来た来た。間に合ったか。雪が降りましたね、昨日。非常に寒くて、手足が真っ赤っかになりましたよ。あ、死にましたよ。死にましたよ。手足が真っ赤っかになるっていう。今年の冬は寒いだろうな。今年の冬は寒い気がする。なんかわかんだよ。もうね、
その年の、8月、9月ぐらいで分かるね。あ、今年は寒くなるなって。分かんのよ。もう、ど田舎に、ど田舎での生活を一度でも経験した人は分かるわけ。空の声。風の声。雲の表情。そういったものから、答えっていうのはおのずと導き出されるわけよ。なんなんだここ。次どこだよな。次はね、この右下のゾーンぐらいから、多分、増員が来たはずだ。は、お前なんか、敵本陣突っ込むとかさっき、かっこいいこと言ってなかった？やべ、拠点が、おい、何してくれてんだ、てめえ。許さん。俺が拠点生まれたら潰してやろう。目の前で我が子を殺されたも同然よ。許さんぞ。かわいそうに。うるれ。なんだこれ。なんだこのイベント。なんでお前一人やねん。あ、村陸。何その動き。村陸。かっけえ。殿、ここまでの失態、お許しください。あ、謝ってる。この戦、一気に巻き返してみせます。こんなイベントあったんだ。もう孫家も何も言わへんやん、びっくりして。このまま頭から兄ちゃん落ちてきたらびっくりするもんな。なんだこいつ。うるれ。よし。あ、まだけ？ちょっと。増員早く来てくんないとよ。この動画伸びちまうんだよ。動画伸びるということが、俺の腹板との戦いの時間も長くなってしまうわけで、漏らしちゃうかもしれない。漏らしちゃうかもしれないよ、ちょっと。頼むよ。なげな、この増員待ちうざいな。増員待ちの、これ増員ってなんか早めらんないの？俺がせかすことできないの？早く来ておくんなのしって。我慢我慢。待たせたよ。あ、来た来た来た。あ、そこか。ようちゃん、そこね。よし。ぶっ飛ばしてやろう。これ名前ようちゃんで合ってるこれ。ちょ、チェックして。ようほ、合ってんね。ようほ、オッケーオッケー。ようちゃん。なんだこいつ。いいフィジカルしてよし、これで終わりよ。これで終わり。もうこのワンコンボでこいつの命は終わりよ。せっかくはるばるよ、電車を乗り継いで、ローカル線を乗り継いでここに来たのに、こいつはもう終わりなんです。ということで、で、次はね、お前ぐるっと一周して左側に確か出てきたんだよ。俺は走るぜ。おお、もうかく暴れてる。先回りしよう。ここで、あれだよ、もう敵殲滅してるから、救出ムービー、発生しないっけ。あれ、しなさそう。あ、もうしないんだ。証拠。はい。勝利は目前だ。なんかね、さっき失敗したとき、発生したんだけどな。兄様、ぷいぷいとか言って、心配でした？ぷいぷいみたいな話になって。こいつらがいるからかな。なんか救出成功みたいな。あのメッセージは一体どこに行ったんだ？気になるぜ。なんだお前。よし。おい、もうかくもう四季ねえぞ。あ、来た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 。いや、ほんまに遅いで。もうお前皆殺しにされてんだぞ、お前の家族。家に帰った方がいいぞ、お前。おとなしく。こんにちは。あ、間違えた。おい、チャージ3出そうと思ったのに。どこ行った？あれ、消えた。なんだこいつ、いきなり目の前に現れやって。あ、これで貴重品。貴重品どこ？この辺に引き、ああ、こんなところに、こんなところにあったんでごわすね。よーし、行くぜ。これか、またお前、ちょっと手を机にぶつけて、いった、なんだここ。なんでこのトラップ、馬だけ通り抜けてよ。何や、どうなってんだ、一体。よし、これ長かったな、結構。この本来なら3分ぐらいでよ、カップ麺できるか、ゲームが終わるかぐらいのスピードで終わるはずだったのに。思いのが時間がかかっちゃった。湿気。よし、行くぜ兄ちゃん。あ、兄ちゃんも話しかけてもくれなくなった。好感度下がったのかな。そんな兄ちゃんの好感度高めておいたはずなのに、フラグが発生していない。よし、お前むちゃくちゃしてるやんけ。死ね。よし、こいつ殺そう。
さん逃げ腰ですぜ。お前どこに、あ、そこにいたんかお前。ちょ、俺がさ、3で凍らすからさ、あんま邪魔しないでくれよ。ちょ、3で凍らしたいのよ。邪魔しないでみんな。これ凍れ、あ、凍らない、なんか、お前結構半分以上凍るはずなんだけどな。あ、これこれで、これでまたここで切れた時に凍るのよ、これ。あれ、ちょ、凍んなかった。おい、話と違うぜ、話と違うじゃないか。これ3で凍るでしょ。なん、全然凍んねえな今回。これちょっと運が悪いっすね、運が悪びっしですね今回。これもう一回凍るわけよ。おい、浮かすなよお前、チームワーク悪いぞ。どこ行った？おお、お前火力ないんだから、お、俺回すとけ。あ、え、凍った、こういうことや。あ、死んだ。お前かわいそうに、皆殺しにされたからなお前。皆殺しにしないと武器がゲットできないですよ。それ許して。何その動き、あ、かわいい、何その動き、かっこいい。俺もやろう明日、明日玄関でやろう。あんなに足上がんないです。確かこの子の武器ね、なんかあの重たいんだよね、重い女になっちゃうのよ。なんだこのゴミは、いらねえ。これよ、実月健康圏、重いんだよね。で、わ、火力が攻撃つかないんだ。移動いいよね、移動、運、運は微妙だな。まあいいよ。これどうなんだね、これ攻撃どっちの方が高い。なんかさ、ちょ、見てたらこの攻撃の数値は攻撃力とは違うんだよね。だからこれで言うと10に10足して攻撃力が20になるわけじゃないみたい、なんか見てると。そう、だから意外とこっちの火力があったりするかもしれないみたいな、そこら辺も書いてあって、3武器の使い道はまだまだあるみたいな感じだったのよね。新しい、お前はよ、ほんとお前もうこれな、パート13ぐらいだろこれ、13か14か15か忘れたけどよ。この一刻はいらねえって言ってんだろ、何回も。物分かりが悪いな。はい、ちゅうことで今回はここまでです。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。